予報センターより台風に関する情報をお伝えいたします。現在台風2つありますので、まず台風19号の情報からいきます。現在台風19号は朝鮮半島にありまして、中心気圧が985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が25メートルで、北北東に25キロのスピードで進んでいます。この後明日から明後日にかけて勢力を弱めながら北海道に接近する見込みとなっています。続きまして20号の情報をいきます。はい、台風20号は5時の推定位置ですけども、輪島市の西約140キロにありまして、中心気圧が985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルと、やや勢力は落としつつも北に50キロのスピードで進んでいます。この後北東に向きを変えながら、今日の夜です、24日の夜には渡島半島付近、25日の未明には釧路市の南約60キロに進む見込みです。現在の雨雲を見ますと、台風から離れたエリアで雨雲が発達しているといった状況ですので、台風から遠いエリアでも風雨ともに強まる恐れがありますので、今後の最新情報に十分注意してください。以上、台風についての情報をお伝えいたしました。